装置解除、ハッチを開きます。こちらヘリオス、巡航軌道に入ります。エアロック、減圧完了、油圧正常、観察班確認完了、出撃スタンバイ。バルキリー、降下開始まで10、9。二人の協力により箱の中の悪魔は倒され、この地を侵食していた崩壊も浄化された。以来の新しい寮なのね。テレサが手間暇をかけて作ったんだって。早く入ってみようよ。うわ、あれ、体が小さくなった。人類、存在そのものが間違っている。戦争、欺き、嫉妬、貪欲、人類のせいで私は全てを失った。でも今日、私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。せっかくの休憩時間ですから、先人の知恵を教えてあげます。天の道は利して害せず、聖人の道はなして争わず、学はもってやむべからず、私から学べるものはまだまだありますよ。Thank you.
私は山と海を越え、幾星霜の春夏秋冬を経て、数々の精進を重ねてはその都度つまずいてきました。新しい力を手に入れた分、責任も負わなければ。ゼーレ、絶対に見つけ出します。ブローニャは自分の道を見つけました。重曹ウサギ、ライドオン。お願い、もう一人の私、ゼーレと一緒に、あのずっとずっと私たちを守ってくれたお姉ちゃんを助けに行こう。ほんと仕方ないわね。一緒にお姉ちゃんを助け。何せ何時は昨日のわらわ、わらわは明日の何時じゃから、わらわは何の答えも持たぬ。何時にかけられる言葉もない。それでも昨日の自分に何か言わねばならぬのなら、明日何時は必ず厚かましくも生き続けるのじゃ。伝説によると、昔の信州にある教授がいて、その名は念。念は長年海縁の中に暮らしているが、大晦日になると上陸して人々に災いをもたらす。しかし当時の人々は少しも念のことが怖いと思っていない。その日にお祭りを挙げてお祝いするほどだった。なぜなら念獣が姿を現すと必ず仙人が現れて念を撃退して信州を守ってきたから。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印、完全解除。最近あなたと将棋を指していないわね。今晩どうかしら。今宵は月が綺麗ね、四角さん。ランタンを飛ばしに行きましょう。煮干しは風、筆星は雨を好む。あの日あなたは私に手を差し伸べてくれた。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。長い旅だった。でもすぐに私たちはそれぞれのゴールにたどり着く。終わった？一杯どう？誤解しないで、ジュースのことだから。
いろいろあった過去、結果は失敗のみ。守りたい人も皆消えてしまいました。骨に刻まれるほどの憎しみだけが生まれ変わるほどの成長を遂げさせます。オット様、時間にご注意ください。オープニングが終わりますよ。な？とにかく深刻だが、観客にとってはどうでもいい背景がきっかけとなり、破滅へと向かう世界を救うため、主人公とその仲間が敵と戦う物語、ここにて開幕。美しくないのは当たり前、でも諦めちゃダメだって、世界はそんなにひどくないって教えてくれる人がいた。私は彼女たちを、彼女たちが愛する全てを愛してる。ようこそ、高潔で純真な魂。あなたは過去を探求するために来た。しかし真実の礎石はすでに過去の土に埋もれている。ここはマッセ最後の楽土であり、失意者たちの墓地でもある。ここに存在しているのは少し興味を惹かれるようなお話だけ。僕は友人を愚弄し、家族を愚弄し、世界と。下がってください、特選隊員。敵は私が倒します。歩けますか？重装ウサギ0019に支えてもらいましょうか。そういえば自己紹介がまだでしたね。過去も今もそして未来も、少女は迷いなく自身の道を歩み続け、果たすべき使命を守り続けます。人類が崩壊に勝つその日まで、そしてその後もずっと変わりません。の姉ちゃん、私の幸運を分けてあげるから安心して。未来の私を助けてくれてありがとうございます。そして過去についてはとっくに未来の一部になっている、そう思いませんか？私たちは星になってメイお姉ちゃんを見守るから。だからここを出たらちゃんと頑張りなさい、ラットさん。このメビウスの期待を裏切らないようにね。あんたは俺たちよりずっと遠くへ行ける。俺たちが越えられなかったものに勝てる。だからどうか元気で。見て、彼らはあんなに誇らしげに生き、命で文明の昇華を奏でた。これは英傑と呼ばれた人々の話、13人の出演者が経験した未完の旅。けど来訪者、あなたの道は続いてる。そうでしょ？なら心のままに進みなさい。
ああ、これが終焉の力だ。これに比べれば僕たちは地上の草木と大して変わらない。これは哀楽も疲れも知らない。すべては万物を輪廻させることで文明を再構築するためだ。まるで誰もが向き合う死のように文明の頭上の高い位置にとどまり、僕たちのことを嘲笑う。コアコード非侵食率 43%。 うん、ちょっと厄介だね。お、こんにちは。崩壊サードへようこそ。起源はある種の終わり、終焉もある種の始まり。真理でも永遠にはなれません。真理を求める過程こそが永遠になるのです。これは私たち三人とケビンの戦いじゃない。これは人類全体が運命に挑むための戦いなの。過去から引き継ぎ、今を乗り越え、未来に至る。崩壊サード第一部の物語はこれで終わりを迎えた。私たちの未来は続いていくし、いつか再び交わる日もやってくる。でも今は新しい物語を迎えるための準備をする時だよ。たとえ何があっても。艦長が過去を振り返った時、私たちはここにいる。これからの未来はみんなで紡いでいこう。崩壊サード第1